北村匠海は、日本の俳優、歌手、モデル。東京都出身。スターダストプロモーション制作3部所属。スターダストプロモーションの男性アーティスト集団、エビ団のメンバーであり、ダンスロックバンドディッシュのリーダーを務める。ディッシュでの活動時は、2016年まで、匠名義を用いていた。2006年頃にスカウトされ、スターダストプロモーションに所属する。 100回以上オーディションを受け続け、9歳で CM デビュー。2007年の CM、ホンダテー低重心ミニバン定賞の世界編隊にて CM 初出演。2008年2.3月に NHK、みんなの歌で放送された、リスに恋した少年で歌手デビューした。そして同年6月公開の、ダイブで映画初出演。2009年には、 雑誌、小学6年生で、同年度読者モデル特別賞を受賞する。同年8月テレビドラマ、太陽と海の教室にて、テレビドラマ初出演する。2010年夏には、俳優ユニットとして指導したエビダンに所属する。2011年12月に、エビダン内ユニットのダンスロックバンドディッシュのメンバーとなる。バンド内では、 リーダーとメインボーカルとギターを担当する。2017年の映画、君の水蔵を食べたいで、浜辺美波と共に主演に抜擢され、第41回日本アカデミー賞、新人俳優賞を、はじめ数々の新人賞を受賞。映画も、興行収入35億円を超える、大ヒット作となった。2018年は、テレビ東京系ドラマ、 鈴木先生で共演して、以来、信仰のある、土屋タウトボーカルユニット、トータックを結成。ウカスカジーの楽曲、アニバーサリーをカバーし、11月16日に、配信限定リリースする。2020年には、映画、ドンカツ DJ あげたろうにて、勝又陽太郎役で映画初単独主演を務める。趣味はカメラで、17歳の頃に、父親から、 プレゼントされた、ライカのコンパクトフィルムや、ペンタックスの SP などを愛用している。ミニチュアシュナウザーの白という名前の犬を飼っている。映画、ダイブにて、池松壮介が演じる登場人物の幼少期の役で、俳優デビューをして以来、子役時代は、有名俳優が演じる、主人公の幼少期を演じることが多かった。岡田将生の幼少期は、ドラマデビュー作の、 太陽と海の教室と映画、重力ピエロで2回演じている。他にも、外事刑事で、渡辺敦郎、シュワリーサムデーで、小出圭介、日だまりの彼女で、松本潤の少年時代をそれぞれ演じている。また、憧れの俳優に挙げている、小栗旬は、映画、多常丸で、小栗の役の少年時代を演じ、小栗の監督作品、シュワリーサムデーにも出演。 信長コンチェルトでは共演する機会もあった縁のある関係で自然と目標になる俳優になったという。20歳の誕生日プレゼントには小栗から小波二郎の写真をもらい自宅の壁に飾っている。小栗から何が欲しいと聞かれ自らリクエストしたもの。2017年に公開された映画。 君の水蔵を食べたいでは小栗が主人公を演じた、北村の成人鬼を演じた。役名の太字は、主演作品。ありがとうございます。